親愛なる家族の皆さん、私はいつも自分が特別な存在であることを自覚していました。幼い頃から人生には目に見えないものがあると感じ、世界の向こう側にはどんな秘密があるのだろうと、よく星を見上げていました。自分がスターシードだと気づいたのは、奇妙なビジョンを見るようになってからです。最初はすべて気のせいで、錯覚だと思っていました。しかし、ビジョンがより強く鮮明になっていくにつれて、何か隠された力があることに気づいたのです。スターシードという存在について調べ始めると、彼らが人類を助けることを意図して地球に転生した魂であることが分かりました。彼らの使命は、人類の精神的な進化を助け、世界に前向きな変化をもたらすことです。スターシードとしての自分の役割について知るにつれ、私は星とのつながりの重要性についても理解し始めていきました。それから、定期的に瞑想を始め、自分を通過する宇宙のエネルギーに同調するようになったのです。この実践は、自分の能力を活用し、同じ目標に向かって努力する、他のスターシードやライトワーカーとつながる方法を教えてくれました。星を見上げると、この惑星での私の目的は、想像をはるかに超えているということに気づかされます。私は人類の進化を支援し、世界にポジティブな変化をもたらすためにここにいます。そして、日を追うごとに、自分の能力とスターシードとしての使命を確信するようになりました。星とのつながりが深まるにつれ、高次元の存在たちからメッセージやガイダンスを受け取るようにもなり、彼らは夢の中でも、起きている時でも私と交信し、経験したことのない洞察や、英知を与えてくれたのです。最初はその情報量の多さに圧倒されましたが、自分の直感を信頼し、恐れを手放すことを学ぶにつれ、この知識を活用し、人々を助けることができるということを発見しました。そして、私は人間の意識を高めることに取り組んでいる人たちと一緒に仕事を始めたのです。私たちは、意識を高め、変化をもたらすことを目的としたプログラムや活動をしています。そして、成功するたびにスターシードとしての運命を遂行していることを実感するのです。私のやるべきことは、まだたくさんあることは認識しています。無意識、貧困、不平等は、未だに世界中で大きな問題となっています。これらの問題を、私一人で解決することはできないと分かっていましたが、小さな一歩一歩が力になることも知っていました。その結果、この目標達成のために、日々努力を続けています。これからの道のりが険しいことは分かっていますが、私は一人ではありません。スターシードとして、同じ目標に向かって努力する大きなグループの一員なのです。そして、日を追うごとに私は、宇宙と世界をより良くするために働く、魂の広大なネットワークとのつながりを、より強く感じるようになりました。私たちは、悟りの新時代を切り開くため、たゆまぬ努力を続けています。自分の知識と知恵を周りの人々と分かち合い、自分の中に存在する無限の可能性に目覚めさせる手助けをしているのです。ですからこれを読んでいる皆さんにも、この惑星での目的があることを思い出してほしいのです。スターシードであろうと、宇宙とのより深いつながりを求めていようと、あなたにはあなたの周りの世界を形作る役割があることを知っておいてください。不安な時は、自分の直感と高次元の存在の導きを常に信じることを忘れないでいてください。私たちは皆、同じ人類というファミリーの一員であり、この惑星での目的を持っています。この世界における自分の居場所を理解しようと努め、自分が孤立した存在として作られたのではないこと、そしてこの旅路において、決して一人ではなかったことを思い出してください。私たちは、共に、自分自身と未来の世代のために、より良い未来を築くことができるのです。
私たちは皆、この旅の途上にあり、あなたが今いる場所にいたことのある人もいるかもしれません。波動を高め、この世界をより良い場所にするために、協力し合う時が来たのです。自分の人生を進化させ、より存在感のあるものにしたいと願う人は、誰でも、その能力を持っています。私たちは皆、明るい未来を創造し、意味を持って生きる力があるのです。あなたの目的は、年齢で決まるものではありません。人間として成長し、偉大な仕事をすることです。不可能なことなど何もないのです。より自分を高め、この目的を思い出させてくれる、前向きな人々に囲まれていてください。私たちの美しいコミュニティに参加して、より強力で意識の高い個人になりましょう。あなたは、この世界にとってすでに十分な存在です。すべてはバランスなのです。あなたはスターシードです。あなたにはこの惑星での目的があり、あなたの周りの世界を形作ることができるのです。ですから、それを大切にしてやってみましょう。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。